こんにちは、和田です。今日は、天正3年ですね、1575年5月の21日、三河の長篠下長原、これ現在の愛知県の新城市で、繰り広げられました有名な長篠下長原の戦いについてお話をいたします。一般的には長篠の戦いと言われていますけれども、実際にですね、武田勝頼が、負けたと言います。要するに勝敗が決したのは、長篠城付近ではなくてですね、その西およそ、2.5 キロのですね、下長原というところなんですね。これは私が監修いたしました、地図で読み解く戦国合戦の真実ということで、そこに詳しい地図を入れているんですけれども、要するに長篠城はここなんですけれども、実際に武田軍と織田徳川連合軍が戦ったのはむしろこっちの方で、これ下長原というところですので、私は長篠下長原の戦いというふうな言い方をしています。おそらく多くの方は、織田信長が鉄砲3000丁を用意して、それを1000丁ずつ3段に構えてですね、号令一下、1000丁の鉄砲から弾が飛び出して、戦国最強と言われた、武田騎馬隊をですね、破ったという、そのような形で、学校なんかでも習ってきたのではないでしょうか。戦国史に関する本、あるいは研究書、さらには小説、そのように描かれておりまして、映画やドラマなんかでもですね、そのような描写になっておりました。ところが、その後の研究でですね、鉄砲は本当に3000丁だったのか、また、1000丁ずつ一斉に射撃っていうのは本当にあったのか、でさらには、武田軍がいかにも、騎馬隊だけだったというようなね、そのような語られ方をしてきたことに、疑問符がつけられるようになってきたというふうに考えています。で、私が執筆者の一人に加わっております、社会科中学生の歴史という本ですね。これは帝国書院なんですけれども、ここでは鉄砲3000丁だとか、あるいは武田騎馬隊というような表現はやめています。実は、ここにですね、その部分があるわけですけど、これが有名な長篠合戦図屏風なんかを入れておりますけれども、ここではですね、信長は敵対する戦国大名を破り、全国統一を推し進めていきました。で、1975年、信長は長篠、愛知県で、甲斐、山梨県、それから信濃、長野県などを支配していた武田勝頼と戦った時、武田軍の突進を防ぐ策を設け、大量の鉄砲を効果的に使って勝利しました。で、括弧してこれが長篠の戦いで、これ以後鉄砲が戦いの主要な武器となりましたという、そんな記述の仕方をしております。鉄砲の大量使用について、若干触れていますけれども、鉄砲対騎馬隊という図式は避けております。というのは、最近の研究で、武田軍は何も騎馬隊が主力だったわけではなくて、武田軍も、鉄砲を所持していたということが、明らかにされてきているからなんです。では、長篠下長原の戦いにおける、信長勝利の本当の理由というのは一体何だったのでしょうか。この長篠下長原の戦いについて、精力的に研究されているのが、武田氏研究会の副会長の平山優さんです。で、平山さんはですね、2014年の2月にですね、長篠合戦と武田勝頼で、さらに同じ年の8月なんですけれども、検証長篠合戦、これ2冊ともに吉川公文館から出ておりますけれども、特に検証長篠合戦のこちらの方ですね、これでは、武田氏も鉄砲を軽視していたわけではなくて、
まあ、鉄砲衆の編成方法も、まあ、織田徳川氏と何ら変わりはなかったというふうな、まあ、そういう指摘した上でですね、次のように述べておられるんですね。まあ、これがこの部分なんですけれども、まあ、それでは武田氏と織田徳川氏とでは鉄砲運用において何が違っていたのであろうか。それは鉄砲、玉薬、弾丸の入手、確保の問題に尽きるであろうというふうな言われ方をしています。でさらに別なところではですね、これもちょっと私注目されるなということで、読んだんですが、この116ページのところなんですけれども、まあ、戦国期に日本で消費された鉛は国産では消費に追いつかず海外から大量に輸入されていた。鉄砲や玉薬は同じく鉛も交易に頼らざるを得なかったとすれば、武田氏が確保に苦しむのは当然であった。つまり、鉄砲そのものだけではなくてですね、玉薬と鉛の不足、まあ、これが勝敗を分けたというわけなんです。まあ、玉薬すなわち火薬の原料というのは、まあ、皆さんご承知の方多いと思いますが、木炭と硫黄と硝石の3つですね、まあ、これをこう混ぜて混合して火薬にするんですが、木炭と硫黄は国内産で十分賄えますが、硝石は東南アジアから、まあ、輸入に頼っています。しかも、まあ、東南アジアとの交易、まあ、すなわち南蛮貿易は当時、まあ、堺が中心ですので、まあ、ご存知の通り、まあ、堺は、まあ、信長の直轄市になっていました。そしてもう一つ、実はこれ私もちょっと気がつかなかったんですが、鉛もですね、かなりの部分東南アジアからの輸入に寄っていたというわけなんです。でこのことは、まあ、従来あまり語られてこなかったというふうに思います。で、まあ、私と鉄砲史研究の第一人者宇田川武久氏と、まあ、監修にあたりました、この本です。長篠設楽原の戦い、鉄砲玉の謎を解くという本です。これは黎明書房というところから、2017年に出た本なんですけれども、まあ、ここで、長篠設楽原古戦場および、まあ、長篠城の後ですね、その付近から、まあ、見つかった鉄砲玉を、これは帝京大学文化財研究所の客員教授の、平尾義光さんに、まあ、科学分析をしてもらった研究成果を紹介しています。まあ、鉛は国内でも採掘されておりますので、まあ、私は、まあ、国内産で賄えていたとばっかり思っていたんですけれども、なんと、ここの科学分析の結果が出ているんですけれども、このページなんですけれどもね、ここのところちょっとご覧いただきますと、まあ、中国の河南およびタイから輸入されていたというわけです。まあ、武田勝頼は鉄砲は持っていてもですね、どうも肝心の鉛の玉そのものと、あと火薬原料の硝石を、まあ、手に入れることができずに、まあ、それが、まあ、多分敗因になったんではないかなというふうに、思っております。まあ、今日は今までの鉄砲3000丁で、まあ、相手のね、騎馬隊を、一網打尽に打ったというような言い方でこれまで語られてきた長篠設楽原の戦いに、いやどうも鉛の問題と硝石の問題が絡んでいたんではないかというところを今日はご紹介させていただきました。今日は以上で終わらせていただきます。